待ちに待ちました夏目文具店オープンでございます。テープカットお願いいたします。はい、夏目さんどうぞ。おはようございます。おはようございます。です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回夏目文具店をプロデュースされようとしたきっかけ、はい、教えてください、はい、そうですね、先ほどもご紹介いただいたんですけど、はい、20年後文房具屋さんやりたいなってすごいずっと思ってて、はい、でずっとそれをマネージャーさんとかに伝えてたんですね、そしたらこうフトさんとサンスターさんと一緒にやれることになったよって言ってもらえたのですごい嬉しかったですね。ありがとうございます、はい、渋谷のロフトにもよくお買い物に来ていただいてるって言いまして行ってます。大変嬉しく思ってました、はい、一番上のなんか若手デザイナーさんの、はい、作品とか見るのとかもすごい好きで、はい、一番上もよく行きます。はい、ありがとうございます。今回 の商品で特におすすめいただきたいものですとか思い入れがある商品ってどういうものか伺ってよろしいですか。はい、顔メモっていうのを作ったんですけど、はい、顔メモ、はい、顔メモこれなんですけどこれ元がこの髪型がこのない状態のつるんとした、形になってるものなんですけど、うん、自分がプロデュースするならやっぱり髪型つけたいなと思って、はい、このおかっぱの髪型をつけてもらいました、はい、でここにメモをこう書けるんですけどホワイトボードみたいな感じで、でやっぱ最近こうなんか家族とのやり取りだったりとか、携帯とか、なんか SNS がすごいある中で、この顔メモを使ってこう携帯とかで今日の晩ご飯なんかカレーがいいなとか言うのとかもこの顔メモにここに今日カレー食べたいってここに顔とか書いてもらってこう、食卓に置いてたらそうお母さんが見てっていうそのコミュニケーションとかが取れるなんか一つになればいいなってすごく思って、はい、作らせていただきました。これはあれですね、書いて消せるっていうのがありますから、はいはい、例えばオフィスに置いたり、うん、同僚にメッセージを書いたり、そうですね、あれやっといてみたいな全然書けると思う。いいですね。すみません、ちょっとこういう感じで書けるんですよ。なるほど、はい、こう外出中ですとかで顔を書いたりとかっていうのをちょっと楽しく、そうですね、はい、連絡事項とかできたらいいな。今日の気分をこう顔に表したりとかも楽しいかもしれないですね、はい、そうですね。あと文房具自体は結構レトロな、テーマで昭和レトロな感じでやらせてもらったんですけど、うん、最近文房具って結構おしゃれですごい使いやすさとか、ね、うん、こんななんか便利なのができてるんだっていうのがすごいあると思うんですけど、やっぱりなんか自分がプロデュースさせてもらうってなったらやっぱり昭和レトロをこう打ち出していって、ちょっと懐かしさだったり、あ、こういうの小学校の時に使ってたみたいなのとかなんか感じてもらえればすごい嬉しいなと思って。そうですね、はい、今回の夏目さん企画された商品っていうのは自分が可愛いとか、はい、自分が欲しいだとか、うん、可愛いっていうもの以外は比較していませんっていうところが、はい、すごくこだわりがあるなというふうに感じたんですけれど、はい、オリジナルイラストだったりカラーだったり、うん、ネーミングといった夏目ちゃん の要素がふんだんに入ったとっても素敵な、はい、商品を展開させていただけるのでとても嬉しく思っています。ありがとうございます。イラストをすごい描くのもめっちゃ好きなんで、それをこう文房具のデザインにこう入れてもらえたのもすごく嬉しくて、あと大津誠さんっていう刺繍の方とかにも協力いただいて、バッジとハンカチに自分の顔の形デザインの刺繍をやってもらったのですごい嬉しかったです。
すごくキュートで、はい、楽しみにしています。はい、ありがとうございます。また見てください。裏にあるんで、はい、そうです。ありがとうございます。さて、今回文具だけでなくて、はい、新曲をリリースされると伺ったんですが、はいはい、どういった曲ですか？はい、I'll do my best っていう曲なんですけど、新生活をテーマに歌わせていただいて、これから春に新しいことを挑戦するみんなのこう背中を押せるような曲になってます。はい、この時期、新しく生活を始める人の不安だとか、はい、こう何かチャレンジをしたいなと思う時に勇気がもらえるんじゃないかなと思って、はい、すごく楽しみにしています。文房具、夏目文具店の文房具使いながら曲聴きながら、はい、この春頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。はい。